JR 東日本は今月19日夏の臨時列車の詳細を発表しました。今年の夏の臨時列車は東海道線で運行する伊東安人祭花火大会号の一部列車を常磐線特急で活躍している E657 系で運転することとなりました。伊東安人祭花火大会号は伊豆で実施される大規模な花火大会の開催に合わせた臨時列車です。 8月10日に東京から伊藤間で2往復運転する予定で、このうち1、2号は踊り子などで使用している E257 系が充当され、3、4号が E657 系で運転される予定です。品川から仙台間で使用される常磐線特急 E657 系が営業列車として品川以南に入線するのはこれが初めてとなります。 これで5月24日の K.A.B. ムービーズを終わります。